ちょっと先ほど予告的に言った勝田さんのここに至るまで、なので高校卒業してからちょっと教えてもらっていいですか。そうですね、うん、高校を卒業して長岡造形大学に行ったんですよ。ほう、有名、超有名な、あよ、うん、今でこそ公立になったんですけど、当時は私立で、うん、高校までは普通に、何でしょうね、普通の一般の大学とかを受験するつもりだったんですけど、うん、なんとなくただ勉強して学校に行って何か会社に入ってっていうのがあんまりイメージできなくて、うん、何かしたいなと思ってたんですね。でもその何かっていうのが全然自分の中で固まってなくて、高3の時ぐらいに急に映像をやりたいって言い出したんですよ。すげえ。あれって結構ね、狙って入るっていうか、例えば、いやそうなんですよ、造形物ショー、ね、これやりたいからっつって専門があるからみたいな。そうなんです、そうなんです。あ、でも映像か、うん、なんで映像やりたいってそれこそ思ったんですけど、全然そのそれこそそういう学校ってみんな予備校に行って絵の勉強とかして入ってくるんですよね、はいはい、でそんな現状さえ知らないでとりあえず受けたんですよ、うん、全部落ちて、はい、大学ことごとく落ちたんですけど、造形大学だけ学科で入れたんですよ、学科だけで、それで入れて造形大学に行ったんですね。ちなみにごめんなさい、はい、もうちょっと戻って、映像で何か感動したのとか感銘受けたのがあるんですか。僕今もやってるのかな、ちょっと前に完全に完結したんですけど、エヴァンゲリオンが流行ってたんです。大好きよ、エヴァが大好きだけどまだ最後は見てないけど、途中は見ましたよ全部。あ、見ました、もう見ましたよ、その最後のやつも見ました。すごいなんか感動しましたよ。感動しましたというか、うん、この話だけで30分いっちゃうかもしれないですけど、いきますよね。ちょっとエヴァで終わんないかもしれないけど、わかりますよ。今最初3ピあったけど、だいぶもう P なくなりましたよね、はい、やっぱ3の方が多くなった。そうですね、うん、正直僕が高校生の時にいわゆる旧劇場版って呼ばれてるやつがあって、はい、デス&リバースあたりかな。デス&リバースの後のエアー真心っていう、はい、はいはいはい、それでうわすごいなってなって、なんかこう映像をそのなんかそれでアニメが好きになるとかじゃなくて、うん、それを作る側に回りたいと思ったんですね。へえ。しかも アニメだったですよね。アニメーションってことじゃなくて、はい、アニメーションでもなかったですね。実写でもいいし、映像の方。そうです。なんか漠然と映像がやりたいなと思ったんですよ。違った、ごめんなさい。安野さんのインタビュー読んだとかそういうことではなく。はないですね。あ、じゃなくて。一回も安野さんのインタビューは見たことがない。ああ、安野さんがその時期から映像、はい、実写の方結構、はいはいはい、興味出てきて、うん、が映画の中もちょっと挟んだりね、うん、みたいな、ね、ブランコのシーンとかなんか鉄分。そうなんですよ。あ、でもああいうのもやっぱ影響あったの。もあったんですかね。まあなんかその結構斬新だったじゃないですか、エヴァって当時。斬新、スタイリッシュで、表現も過激だし、うん、ああいうその過激で斬新な表現に興味があったんだと思うんですよ。今振り返ればですよね。うん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 、なんでその僕アニメもほとんど見たことないです。あとそれから人生で一つか二つぐらいしかアニメ見たことないです。ちなみにその二つは魔法少女マドカマギカと、やべ俺連続アニメ大好きなんだよ。あとバイオレットエヴァーガーデンですね。ちょっとここにも本あるんですけど。何すか、バイオレット。バイオレットエヴァーガーデンは京都アニメーションがやったやつで、めっちゃ良かったです、これ。これは小説なんですね。あ、小説なんですね。そうですね。あとそこにもあるんですけどね、アキラとか。アキラ出ました、はい、うちにもある。好きでしたけどね。あ、でもいいところの。そうです。あ、大友さんもそれありましたね。そうですね。確かに確かに。なんで、アニメというよりは、うん、その過激だったり斬新な表現が好きだったんだと思うんですね、うん、現実とちょっと離れてる感じですかね、はい、とかもそうですね、その頃はやっぱり、うん、でクリエイティブなものをこう作りたいってなったんでしょうね、きっと。そうですね、うん、なんかやっぱり表現活動にきっと興味があったんですよ、うん、それもこの後そこに繋がってはいくんですけど、うん、はい、どんどん展開していく。ただそのエヴァはあれですね、そのなんでその時がすごいピークで、はい、なんで新劇場版って呼ばれてるものは、はい、一応見に行ったんですけど、なんか打足だなとは思ってたんです、正直。まあ宇宙船みたいなのが出てきて、ブーンみたいなやつですね。なんかそうですね。うん、ちょっと、おー、どうしたみたいな。アスカが眼帯してるあたりでした。そうなんですよ。ちょっと俺はびっくりしましたけどね。でもなんか、もう正直、興味も薄れてたんですけど、はい、なんとなく見届けなきゃいけない義務感みたいなのがあって、はい、それで、最後に今回見たんですよ。うん、で
すごいっぽくないというか、もうなんかエヴァのフォロワーが作った作品みたいな、いいか悪いかで言ったら何にも残らなかったんですね、うん、なんかいろんな謎を解決してもうすごい分かりやすくこれで終わりですって言った感じなんですけど、うん、なんかそれが僕にとっては同窓会見てるみたいな気分で、うん、なんか20年も経つともうやっぱりいろんなことあるじゃないですか、その個人にも社会にもある中で、はい、なんかこうどうにか作り終えたねで、どうにか見届けられたねっていうなんかお祝いみたいな、うん、そんな印象あったんですよ。何にも残んなかったんですけど、たまたまそれが僕がこうその辺に影響を受けてポンと島を出て帰ってくるっていうタイミングで新しいことを始めるっていう直前に完結 したのに、うん、なんかこうちょっとした因果を感じて、うん、確かに確かに、うん、で最近そのスタッフの子とかにも言われたんですけど、考え方とか言ってることが、うん、その庵野さんに似てるって言われて、でも一応俺はインタビューとかも読みますので、なんでそれが僕は多分その庵野さんの考え方とかに影響は受けてるんですけど、その作品に影響を受けただけであって、その後のその庵野さんっていう人間のこと全く知らないんですけど、なんでその庵野さんの表現方法に憧れがあって、でアニメとかっていう手法ではなくて、うん、でぐるーっと回ってきて帰ってきて、そのなんでアニメを作るっていう道には進まないんですけど、はい、結局で、まあ、映画のエンドロールとか見ながら、うん、この中に自分の名前があるっていうような人生もあったのかなとかって思って、でもそうじゃない人生歩んじゃったなと思って帰ってきて、でそのスタッフの子にそれを言われた時に、うん、気がつかないうちにその根っこのマインド近いところになってたっていうのがなんか嬉しかったですね、うん、すごい。だからハマったかもしれないですよね、シンクロしたのかもしれないですよね、はい、あれっていう、うん、でもそれはいい、今のすごい面白い話なんかですね、そうなんですか、そうなんです。でまあだからこそ造形行って造形大学に行ったんですけど、はい、結局そのみんなやっぱり絵の勉強とかはして入ってきてるわけなんですよ、うん、でそれですぐ落ちこぼれたんですね。映像化は映像化に入ったんですよね。映像化とかもないのに入っちゃったんですよ。そっか、一応でも映像やりたいっていう程度で行ったから、うん、最終的には映像をちょっとだけやったんですけど、うん、でもなんか劣等感みたいなものの方が強かったりして、でもそこでそのデザインとか、うん、全然デザインの学校なんですよどっちかっていうと、うん、建築家もあったりとかなんですけど、その自分が別にそれは興味がないと思ってたんですけど、うん、でもその時に学校で学んだそのデザインに関わるマインドとかも、うん、後々にはやっぱり生きてはきたなっていうのがあるんですけど、あるんですけど、基本的にはあんまり学校に行かなくて、で、せっかく大学に送ってもらって申し訳ないんですけど、うん、でバンドを始めたんですよ、そこで。ああ、まあ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 。あ、その学校のメンバーとですか、はい、そうですね。大学の音楽のサークルがあって、そこに行って、そしたらなんか音楽がめっちゃ面白くなってきて、で、音楽やるんだってなって、で、ろくに大学も行かないんですけど、なんとか卒業して、うん、ずっとそこでバンドをやって、そのまま、僕、バンドをやるために上京したんですよ。すげえな、うん。いわゆる東京でバンドマンをやっていました。話のネタにつきませんな、ほんとに。いいよね。いいよね。じゃあちなみに、まあ、どのポジションだったんですか？楽器とか、楽器、はい。僕はドラムをやってましたね。はい、はい。そうなんですよ。はい、音楽、はい、バンドメンバーを連れて東京にいたんですか？それとも、向こうでバンド組むぞぐらい？一応一緒にバンドメンバーで行って、東京でも活動してたんですけど、解散しちゃって、で、また別のバンドを組んでやってて、うん、それがでも最後ですかね。あ、はい、温度的にはまあ言ったらバンドのメンバー行くじゃないですか、はいはい、これでまあ言ったらメジャーになろうぜって話。いや、売れたかったんですよ。あ、じゃあみんな一応方向性は売れたかったです、はい、いや、まあ例えば変な話、20代前半までだよねなんて人もいると思うんですよ。あ、はいはい、そうじゃなくてこれ飯食っていくぜみたいな。そうなんですね。やるからには。そうなんですよ。その割には練習が嫌いで全然うまくならないんですよ。